ABC お笑いグランプリは、朝日放送テレビが主催するお笑いコンクールである。1980年から2011年まで開催された ABC 漫才落語新人コンクール ABC お笑い新人グランプリを引き継ぐ大会であり、若手芸人の登竜門と言われる賞レースの一つ。決勝の模様は主催の朝日放送テレビや一部のテレビ、朝日系列局で生放送。放送時間はお笑い新人グランプリとして関西ローカルで放送していた前回大会までの4時間から2時間にまで縮小していたが、第37回からは3時間に再度拡大している。第33回大会から第36回大会までの決勝では、準決勝の順位が10位だった組から順に、持ち時間4分間でネタを披露。ネタ終了直後に5名の審査員が1人100点の持ち点で審査してから、審査員の背後に設けられたモニターに3桁のスロット形式で全審査員の点数を公表する。2組目からは、それまでに最高の点数を得た組と点数を比較。点数の低い組を敗退扱いで次々と退場させた後に、全員10組のネタ披露が終了した時点で点数が最も高い組を優勝=グランプリとする勝ち抜き制方式でグランプリを決定する。第37回大会では審査方法が変更され、ファーストステージとファイナルステージの2ネタ方式で審査を実施。決勝進出者12組は最終予選の順位をもとに、ブロックごとの戦力が均等になるよう AC の3ブロックに振り分けられる。ファーストステージでは、各ブロックごとにくじ引きにより決定されたネタ順で、持ち時間4分間でネタを披露し、ネタ終了後に10名の審査員が1人100点の持ち点で審査。各ブロック全組のネタ披露後に4位から順に点数を公表し、最も点数の高かった1組が、ファイナルステージへ進出。第38回からは各ブロックごとに7人の審査員が1位から4位までの順位を決定。その順位によるポイントを集計し、最もポイントの高かった1組がファイナルステージへ進出。ファイナルステージでは、勝ち上がった3組がファーストステージの点数が高かった組からネタ順を選択し、ファーストステージとは違う4分間のネタを披露。一組ずつネタを披露した直後に、10名の審査員が1人100点の持ち点で審査し、その都度合計点数を公表する。2組目からは、点数の高い組が勝ち残り、点数の低い組は、敗退として退場させ、全3組のネタ披露が終了した時点で点数が最も高い組を優勝=グランプリとする。なお、第36回大会までとは異なり、ファーストステージ、ファイナルステージともに、各審査員の点数は公表されない。第38回以降のファーストステージでは、各ブロックの決勝進出者以外の各審査員が、つけた順位は公表されず、また、ファイナルステージのネタ順は中に、数字の書かれた提灯を決勝進出者が選ぶ、方式で決定された。表記は、舞台袖から観客席側への順。第38回以降は、下段舞台袖から観客席側、上段舞台袖から観客席側への順。2012年1月29日に、朝日放送の本社内にある ABC ホールで決勝を開催した。2013年1月27日に、朝日放送テレビスタジオで決勝を開催すると、ともに、15時30分17時25分の時間帯で生中継を実施。2014年1月26日に朝日放送テレビスタジオで決勝を開催すると、ともに15時30分17時25分の時間帯で生中継を実施。2015年1月18日に朝日放送テレビスタジオで決勝を開催すると、ともに15時25分から17時25分の時間帯で生中継を実施。ABC 創立65周年記念番組として2016年7月18日に朝日放送テレビ A スタジオで決勝を開催すると、ともに14時16時58分の時間帯で生中継を実施。2017年7月9日に朝日放送テレビ A スタジオで決勝を開催すると、ともに14時25分から17時25分の時間帯で生中継を実施。2018年7月8日に朝日放送テレビ A スタジオで決勝を開催すると、ともに14時25分から17時25分の時間帯で生中継を実施。2019年7月21日に朝日放送テレビ A スタジオで決勝を開催すると、ともに14時25分から17時25分の時間帯で生中継を実施。2020年7月12日に朝日放送テレビ A スタジオで決勝を開催すると、ともに14時25分から17時25分の時間帯で生中継を実施。テレビ朝日とサイバーエージェントが共同で運営している動画配信サービス、アベマでも同時配信された。2021年7月11日に朝日放送テレビ A スタジオで決勝を開催すると、ともに14時25分から17時25分の時間帯で生中継を実施。テレビ朝日とサイバーエージェントが共同で運営している動画配信サービス、アベマでも同時配信。太字は決勝進出組。ありがとうございます。